た自分の曲やろうかと思ってたんですけど、ちょっと皆さんにともかさんのことを紹介したいなと思って一曲出します。これやらずに赤カフェ取ってくる僕もともかさんの演奏見たいな、じっくり見たいなと思いまして、急遽、ピアノソロをお願いしました。皆さん、つっちさんってご存知ですか？富安さんが岡山に行くと止めてもらうと思うんですけど、知らない感じだ。いろんなところ のイベントに出てきたりする気のいいおじさんなんですけど、そこの、息子さんがボーカリストで、で僕の CD に一緒にレコーディングしてもらってるんですよ。であと、トモカさんにも入ってもらってて、であとは名古屋で何回かやってますけど、地図っていうバンドのギタリストとドラムの人に入ってもらって、それがアルバム作ったのがもう6、7年前なんですけど、個性的なメンバー、トモカさんも含めて個性的なメンバー集めたらもうレコーディングするのにくたびれちゃってで、みんなやるよって言ってはいないんですよなんか寝てたり買い物に行ってたり、今その分演奏、その分っていうか演奏はミュージシャンにもいろんな人がいて、こういうことをやってくださいねって言ってお願いして、その通りのことをやってくれる人ってたくさんいるんですけど、それ以外の思いもよらなかったことをたくさんしてくれる人ばっかり集めたんですよ。でそうすると、僕が、幼稚園の園長先生みたいな感じになってて、その時のレコーディングはとても大変だったんですけど、結果的に良いものができまして、今持ってきております。そろそろレコ発ライブしようかなと思っております。そんな、木村ともかさん、ソロで1曲お聴きください。
東京拠点に活動してて、いろんな人のサポートとか、いろんなところでライブしてるんですけども、最近大きなプロジェクトが始まったそうでして、山田姉妹。はい、山田姉妹ご存知ですか？山田姉妹ってね。なんか名曲アルバムとかで今出演してるクラシックのボーカルの歌声らしい。阿佐ヶ谷姉妹じゃなくて山田姉妹、初心証明の歌を、それの、CD のレコーディングがついこの間あった。で、1週間前にちょうどリリースされまして、なんていうタイトルですか？アルバムのタイトルは、あなたです。大阪彦の昭和の曲をカバーしていて、あなたとか、結婚しようよとか。どなたか今検索していただけませんか？ジャケットが見たいです。そうやってプロジェクトに、関わるとですね、ツアーとか、今から全国回ってくると思うんで、これからいろんなところで名前を見ると思いますので、その時は友果さん、テレビとかで映ってるかなとか、ぜひ注目してください。またここにも、出演してもらえるように、今度は山田姉妹バックに。Thank you.
このユーフォニウムのために書かれたバラード、曲をお送りしたいと思います。ソングフォーアイナという、曲なんですけども、僕が勝手に、アドリブをかけるようにいろいろコードネームをつけたり、そこを変えたりして新しく曲を書き換えまして、ソングフォーニューアイナ、
と思います。自分のアルバムはですね、ジャケットとかいろんなとこにこだわりを詰めてるんですけども、買った人にしか分かんないことがありまして、ジャケットの、なんていうんですかね、ブックレットを取り出して、バーンって開けると、さっきの僕が好きだった、高台からの景色が、広がったので、その夕焼けの景色が地面に落ちたりするんですけど、僕なんかどんどん声が出なくなってきてるんですけど聞き苦しくてすみません。あとは僕、チューバマンショーって言ってここでも何度かやらせてもらったことがあるんですけど、覆面かぶって、匿名のヒーローとしてやってるバンドがあるんですけども、中身僕なんですけど千葉マンションは、まあ、覆面かぶってやってるんですけども、アルバムのタイトルはアンベールドっていうふうに名付けてまして、アンベールドはベールを脱ぐっていう意味なんですけども、自分のこうベールをどんどんこう脱いでったら最後私の本質はこんなですっていうのが、ジャケットから、CD の盤面から CD を取ったところに、その自分の本性がここに入っているという、工夫がしてあります。欲しくなってきましたそんな、アルバムの中から、ライスシャワー、友人の結婚式のために書いた曲をお送りしたいと思います。Thank you.
じゃあまた自分の曲に戻りまして、あと2曲お送りしたいと思います。またテキサスの思い出の話ちょっとしようかと思うんですけど、一番大きな冒険がですね、なんか学校の話とか全然出ませんけど自分で一番、思い出に残っている大きな冒険というの、がですね、今トランプ大統領がメキシコと、アメリカの国境に塀を作るとか言ってるじゃないですか。このメキシコと、アメリカの国境というのが適切なんですけど、ここに地図ありますけど全然見えませんね。地図なかったですか、どこかな。それしかないね。アメリカの真ん中の一番下がテキサスで、こういうふうに国境がなっているんですけど、でここのど真ん中にダラスっていうのがあって、この近所にまっすぐなんですけど、大学があって、僕はですねここのダラスから、こっちのエルパソっていうメキシコの国境の町に行って、でそこからバスでメキシコに行こうとしたんですよ。
場所まで車で12時間で、その途中のですね、前後30キロ何にもない砂漠のど真ん中で車が壊れてあんまり最近あの皆さんそういうことないと思うんですけど、オーバーヒートしてですね、ガッ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 とか言って砂漠の真ん中で車が壊れちゃって、それが明け方だったんですけどエンジンかかんなくてもどうしようかと思って、赤いピックアップトラックがキュッと止まってですね、その壊れた僕の車を次の町まで引っ張ってってくれるって言って、で、次の町、まあ、30キロ向こうの、ちっちゃな町まで車と町ごと運んでくれて、でそこの修理工場で、治るのに1週間かかりますって言われたんですよ。で、そうで、そのちっちゃな町で、見てもらったら車治るのに1週間、でももう一個先の町に持ってったら、もうちょっと早く治ると思うって言われて、その整備工場で車持ってかれちゃったんですよ。で、その小さな町に行く一人みたいな、で、そこまで僕を運んでくれたカウボーイが、カウボーイだったんですけど、うちにしばらく泊まるかって言って、で、その人のうちに行ったら、まあ、牧場の経営者で、いいですか、牧場の面積一辺が25キロ飼ってる牛の数8000頭で、そこに1週間お世話になりまして、で初日に、馬乗りたいって言われたので、あ、乗りたいと思って、でまず、君が乗れる馬を探しに行くって言って、牧場の中をトラックで2時間移動してそれで、ま、トレーラーで、そのカウボーイの、アイドが、乗って、トレーラーを牽引してピックアップトラックで2時間移動して、そのカウボーイがそこから多分あっちの方にいると思うって言って、そこから馬に乗って、どっか行って、2時間待ってたら馬の群れを連れてやってきてで、これがいいと思うと言って、あの映画で見ますよね、この投げ縄、あれで馬にこうやって手綱をこうやって引っ掛けるんですけど、暴れるんですよ、ここのヒヒーとかで、こう、まあ、それに乗りなさいとまあ暴れるんですけど、まあ、乗り方を教わって歩けるようにだけ思ったんですけど、右に曲がるときはこう、左に曲がるときはこう、でそれだけできるようになったら、明日から牧場の手伝い、仕事手伝ってねって、まあやることないので、でそしたら、カウボーイセット買ってくれたんですよ、カウボーイハット、デニムのシャツ、ジーンズで、ブーツで、かっこいいんですけど、なんかわーって喜んでたら、あの格好には意味がありましてですね、砂漠の中をこう馬で歩いていると、砂漠の中にもいろいろ植物が生えてるんですけど、全部トゲなんですよ、まあ、サボテンもちろんなんですけど、普通に、まあ、生えてる木も全部トゲもこんなで、そういうところを馬でこうやってすり抜けていくと、こう全部引っ掛けて血だらけになっちゃいます、ね、で、厚手のデニムとジーンズと、その上に革のスカートがあるんですけど、でそういうのを、買ってもらって手伝ってるんですけど、その一辺が25キロの
で、3頭の牛が逃げたとか言って。8000分の3ですよ。でそれ探しに行くお仕事とか。それ、まあ牛に GPS がついてるとかじゃなくて、みんな足跡で分かるんですよ。足跡の深さとか、乾燥してる具合とか。で、いつどんな群れがあっちに行ってとか、全部把握してて。でそれも、やっぱりトラックで2時間ぐらいビームってやつから、オチはですね、1週間待って車直りませんって言われて、メキシコに行くこともできず、牧場の、お仕事体験だけして、最後そのカウボーイにまた送ってもらって、10年間、帰ったっていうことにしました。そんな、テキサスの思い出の中でですね、一番仲良くしてくれた、友達のために書いた曲を今日バラッとお送りしたいと思います。皆さんの、一番大切な人のことを思いながら聴いてください。インナーメモリーオブバラ。
ただきたいと思いますが、まだあのテキサスの話いっぱいあるんですけどね。黒人のお化けみたいな話とか。来月の、お友達ライブの、ちょっと告知をさせてください。来月は4月何日でしたっけ？第1水曜日。さあ、ないか、やっぱ、さあ、ないか、わかんないか、わかんないか。いつか、はい、5。さあ、ないか、ないか、5。5より。4月5日はですね、電気ジプシースペシャル、ここには登場したことないんですけども、クラリネット奏者の瀬戸信行さん、今広島在住ですけどもが率いるグループですね、ここにいらっしゃる皆さんに馴染みがあるのは、タンバリン博士田島隆さんが、弾いてるんですけどとかですね、バイオリンの人がいたりサックスの人がいたり、ドラムの人がいたりベースの人がいたり、主に関西の人なんですけども、関西のいろんなバンドの、看板メンバーが集まったようなバンドでして、さっきあの自分のアルバム作るときにすごく大変だったというのを言いましたけど、多分そんな感じです。大変なメンバーばっかり、集まってできてるんですけども、そこに僕もポコッと入れてもらいまして、お送りしたいと思います。でそこにはですね、名古屋のベリーダンサーさんが一人、やってきてここで踊ってもらったり、ここに今まで僕出させてもらってた感じだと、僕多分静かな変な人だったと思うんですけど、そうですよね。あんまり喋れない変な人だったと思うんですけど、その変な部分は自覚してるんですけど、今度来る電気ジプシースペシャルの、中にいるとですね、僕ものすごく伸び伸びとしてられるんです。自分を出せるというか、そんなバンドです。すごいな。で、5月はですね、5月だけ、2週目になるので、お間違いのないように来ていただきたいんですけども、そこはですね、ここに何回か登場させてもらってます。ポリゴン楽団っていう、わらべ歌を題材にしたジャズバンドの、沖縄バージョン、沖縄民謡を、題材にしたバージョンで、琉球ポリゴンっていうバンドでやってまいりますので、今のところそこまで決まっております。どちらもどうぞお楽しみに。またお会いできます。では、最後にお送りします、皆様に祝福のキスをお届けします。キスというホールお聴きください。
ここ名古屋においてもですね、他の場所では、どうかな、あまり伝わらないかもしれないんですけど、アルマジロの皆さんが大好きな、アルマジロの皆さんにおなじみの曲を。